こんにちは、賃貸の正木の吉田です。本日は、奈良県桜井市にございますフルエント1のですね、2階部分のご紹介をさせていただきます。今回見ていただくのはね、非常に住み心地のいいマンションタイプの物件となっておりまして、防音効果が高いのが特徴です。こちらはね、リビングの方にあるんですけども、正方形の形をしておりますので、非常に使い勝手のいいリビングになると思います。結構大きいですね。10畳以上はありそうな感じですね。こちらはね、キッチンになるんですけども、キッチンの方もね、システムキッチンになっておりまして、しっかりね、出口が2つついております。このようなね、レンジフードも元からついておりますし、給湯器のリモコンもね、使い勝手のいい位置についております。シンクも大きいですね。結構洗い物してたりとかしてもね、この辺にね、三角コーナー置いても十分使い勝手いいと思います。水切りの棚もついてますし、その上に収納も、下に収納もちゃんとついております。こちらのリビングにはですね、このようなモニターホンがついております。カラータイプですね。こちらそのリビングのすぐ脇のお部屋になります。こちらの方でですね、だいたい6畳ぐらいになってくると思います。こちらはバルコニーになっておりまして、バルコニーを開けるとこんな感じですね。かなり大きいですね。洗濯物を干していただくのにも結構便利だと思います。はい、すぐ隣が和室になりまして、こちらの和室で6畳の大きさとなっております。こちらが、綺麗ですね、床もね。むちゃくちゃ大きいですね、この押し入れ。天井も同じぐらいの大きさございますので、もう本当に収納力は高いと言えると思います。こちらのね、扉を開けますと、先ほどのリビングに出てまいります。はい、こちら玄関ですね。玄関もシンプルなんですけども、使い勝手いいですね。奥の方が水回りとなっておりまして、シャンプードレッサーで、こちらが洗濯機置き場です。奥がお風呂になっておりまして、お風呂の方はね、追い炊きがしっかりできるタイプとなっております。はい、水回りの隣にこのようなトイレがついております。綺麗な洋式タイプのトイレですね。最後こちらのお部屋、洋室になります。こちらのお部屋もそうですね、少し形が違うんですけども、6畳よりちょっと大きいぐらいの大きさになると思います。こちらの方にも、とんでもない収納がついてますね。もう本当に服何度でもかけれるような大きさになっていると思いますので、非常にこちらの物件、ご家族の多い方にお勧めできる内容だと思います。詳細の方をですね、私ども賃貸の正木のホームページで確認いただいて、お早めに内見お待ちいたしております。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正木では皆様の家探しを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。